今年の夏の甲子園で45年ぶりの優勝を果たした東海大附属相模高校の奮闘ぶりを記録した写真展が地元の神奈川県相模原市で始まりました神奈川県代表東海大相模高校今年の夏の甲子園で全国3906校の頂点に立ち45年ぶり2度目の優勝を果たしました 写真展には高校野球ファンが多く訪れ、展示された写真100点を見ながら、マウンドでの歓喜の瞬間などを振り返っていました。会場では45年前に優勝した際に撮られた写真も展示されています。